ペーター・シュテガーは、オーストリア・ウィーン出身の元サッカー選手であり、サッカー指導者。現在は、フェレンツバーロシュ TC ーーの監督を務めている。ファボリットナー AC、s k ア・ベルツ・シュタイヤー、ファースト・ビエナ FC を経て、当時22歳で、すでに一人前の小売店商人だったが1988年、FK アウストリア・ウィーンに移籍する。 1989年に引退を表明していたベテランの MF ヘルベルトプロハスカの代わりとして契約。選手として最も成功を収めた時期にあたる。ここでの6シーズンで3回タイトルを取り、3回カップ戦で優勝し誇るべき戦績を残した。1988年2月5日スイス戦で初めてオーストリア代表として戦った。オーストリア代表として 合計65試合に出場し、15得点を挙げた。1998年フランスで行われた 1998FIFA ワールドカップでもオーストリア代表として2試合に出場した。1994から95シーズンを FC チロルインスブルックでプレーした後、FKA アウストリアウィーンの最大のライバルである SK ラピードウィーンへ移籍。最初のシーズンでリーグ優勝を勝ち取る。 1996年の UEFA カップウィナーズカップでは決勝まで駒を進めた。SK ラピードウィーンでの出場機会が減り、ラスクを経て自身の居場所 FK アウストリアウィーンへ戻る。FC アドミラバッカーメイドリング、SC ウンターシーベンブルーンでプレーした後、2004年現役生活に終止符を打つ。選手としてのキャリアを終え、 FK アウストリアウィーンにでマネージャーをしていたが、2005年5月にトップチームの監督に抜擢され、4週間後のオーストリアカップの決勝で SK ラピードウィーンを3-0で下し、監督として自身初のタイトルを獲得する。2005年12月、スポーツディレクターに就任。同シーズンを23回目のリーグ優勝で終えた。 2007年6月から2010年6月までは、ファーストビエナ FC のスポーツディレクター。2007年秋から2010年4月まで監督も兼務した。2009年6月、チームをブンデスリーが2部に昇格させた。2010年11月、グラーツァ AK の監督に就任。2011年6月、グラーツァ AK と円満に話し合いをし、オファーを受けていた。 オーストリア・ブンデスリーガ一部の SC、ウィーナーのイッシュタットの監督兼スポーツディレクターに就任。2012から13シーズンは FK アウストリア、ウィーンの監督に就任し、同シーズン、歴代最高の勝ち点でチームを優勝に導いた。自身もこのタイトルをキャリアの中で最高のものと感じている。さらに、スカイで、ブンデスリーガのアナリストとして、 また日韓シクーリエのコラムニストとしても活動していた。1、FC ケルン監督2013年夏、1、FC ケルンの監督に就任。1、FC ケルンでの最初のシーズンで、ドイツ分でーが2部でチームを優勝に導き、ドイツ分でーが1部への昇格を果たす。2014から15シーズン、FC バイエルンミュンヘンと SC フライブルクを除きたの、 すべての15チームからポイントを得て、春にはホームで負けなし、9回の引き分けの戦績だった。シーズン前半で勝ち点19、後半で勝ち点22を獲得した。シャルケレイヨンとのホームゲームを2から0で勝利し、シーズン終了3試合を残しリーグ残留を確実にしていた。2015から16シーズン前半で勝ち点24を獲得。 2016年1月に、コーチのマンフレット・シュミットと共に広角条項が盛り込まれた上で2020年まで契約が延長された。シーズン後半チームは24年ぶりに一桁台の順位をつける活躍を見せた。2016から17シーズン、前半勝ち点26、後半勝ち点23を獲得し、5位でフィニッシュ25年ぶりに、 UEFA ヨーロッパリーグ出場権を得た。1、FC ケルンで経営5シーズン指揮を取り、これは1948年クラブ創設以降の最長記録であった。ボルシアドルトムント2017年12月10日、第15節を終え7位にいたボルシアドルトムントの監督に就任。ドイツ分で3が一部の最初の10試合で負けなしを記録するボルシアドルトムントクラブ史上。 最初の監督になった。就任時8位だったチームを4位に導き、UEFA チャンピオンズリーグ2018から19の出場権を獲得した。FK アウストリアウィーン2019年8月1日、活動場所を FK アウストリアウィーンに戻し、クラブのスポーツ部門取締役になる。2020から21シーズン、同クラブ3度目の監督に就任し、 さらに三つ目の役職として、スポーツディレクターも兼務する。フェレンツバーロシュ TC 国内リーグで最多の優勝回数を誇る、ハンガリーの強合フェレンツバーロシュ TC の監督に就任。ありがとうございます。